ゾディアックワークスさん、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。もう張木さんも人が癒し系な感じ。ありがとうございます。これまたでも今回持ってきたやつも特徴的な、もうすごいですよね。これまたこうなんていうかコンセプトというかそういうところをちょっとお話しいただければなと思うんですけど。そうですね、もともとベーシックな形はもう10年前からソリッドボディであって、その中からもう少しなんていうか、いろんなリクエストをもらって、フレットレスにしたものが欲しいとか、アコースティック感のものが欲しいとかで、フレットレスにして、大丈夫ですよ、どんどんいじっていただいて、で中もホローで抜いて、そうですね、ベーシックな、もっとフレットレスのベーシックなものが4年ぐらい前にもできたんですけど、そこからいろいろ、もうじゃあ抱いといてあげます、はい、よしよし、ほら、もう軽いですね、これすごい、びっくりですよね、本当に。ピエゾが入ってるんで、若干そのとは違いますけど、これだけハートで売ってもいい、バラ売りありですね、それは。これも可愛い、お得意ですね、てっぺん取るみたいな。ちょっとかなりぶりかな。絶対これもがない。ロックな世界がこの辺に出てくるない感じ。あ、ここもありだ。やっぱそこになるんですかね。その弦の低い位置でやっぱ変わるじゃないですか、音って。そこがやっぱ一番いいですか。まあさ、フェンダー系のその、じゃこじゃリアでやるっていうのと、全く正反対のね。はいはい、でもこれ意外と歪ましたりとかしたらすごい。ああ、多いですね。はいはい。お。あ、いい音っすね。すごいいい音。エレクトロ的な印象で、ハーズとかビッグマクチャー、ビッグマクチャーいいですね。もう一引きお願いします。一回実はちょっとサーバーガクチャってユーストリームでちょっと一瞬途切れたらしいんですね、はい、なのでこのベースのこういいお二人のプレイがもしかしたらこうだったんで、最後に一引き
最後お呼び乗せますもうみんな待ってるから。まあ、新製品紹介だったりっていうので紙面で載ってたり、あの今ベースマガジンで連載もやらせてもらってるので、こうゾディアックワークスっていう名前はどこかで見たり聞いたことあるかもしれないっていう方は多いと思うんですけど、実際全国の楽器店に供給できるっていうレベルまでまだ行ってないので、これを機会に一度触って弾いて体験してもらえればと思います。はい、わかりました。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。37万円37万円37万円今、今